大国諸島の防備のために沈められた閉塞船、マストなどが水面に見えている。閉塞船、または閉塞艦とは、ある国が海軍力を用いて他国、または自国の港湾や海域などに船舶が出入港や通過することを阻止する目的などで自沈させられた船舶のこと。海上封鎖の手法の一つで閉塞作戦と呼ぶ。多くの場合、 旧式化した軍艦や戦闘により破損した船舶などがこれに用いられ、戦時においては敵の進行を阻む目的などにも使用される。終戦後には引き上げられ解体される場合が多い。日本では日露戦争時の旅順航閉塞作戦で、これが用いられたことが有名で、この2回目の作戦で福井丸を指揮していた、広瀬武夫少佐は船を沈める、作戦中に戦死した。 海上封鎖の目的そのものは十分に達成できなかった。なお、英語で閉塞船のことをブロックシップと呼ぶが、イギリス海軍の艦首でブロックシップという場合、沿岸防備用の浮き放題の一種を指すので注意が必要である。和訳する際には、イギリス海軍の艦首のことは封鎖艦として区別している。米政戦争では、三茶五行の封鎖をめぐって、当初は、 スペイン艦隊の脱出を防ぐために封鎖を行うアメリカ側が旧単線メリマックを閉塞船としたがサンチャゴデキューバ海戦の後にスペイン艦隊が壊滅すると逆にアメリカ艦隊の港内突入を妨害するためにスペイン側が港内から巡洋艦レーナ・メルセデスを閉塞船に使ったどちらの例も妨害にあって航行を完全に閉塞することには失敗している 第二次中東戦争では、スエズ運河を無傷で奪取されることを良しとしない、エジプト軍は約40隻の船舶を自沈させ、運河を封鎖した。英仏連合軍は目的を達することなく、戦争は終結し、沈船の撤去には数ヶ月を要した。ありがとうございます。